うん。虫が。まあいいや、どこ行っちゃね、ここは嫌いじゃない。どうですか。すごいすごい。ちゃんとした登山道がちゃんと存在する。初めて行ったところ完全にクロード向けだよね。まあね、だいぶマニアックゾーンから行った。うん、じゃあ今全然じゃねえかと思ってキラキラしてた。定外あれ、あともう1キロだ、早っ。こっち四駆のポックン、重みがしっかりいった道だったな。なんかね、リュック必要だったね。まあでもちょっとした感じって感じでもそんなに登山って感じじゃないけどね。でもまあまあ、うん、いい登山って感じ。うん、まあ、ついにこの鬱憤を晴らすことができたかって感じだね。そうだね。うん、ずっとここ登りたかったもんね。まあね、なんだこりゃ。あ、これポップきついかも。すごい道だなこれ。これすごい道だね。これポップ数えていった方がいいかも。え？こういう風に行った方がいいのか。まあね。よいしょ。熱々。まあ、外側行った方がいいよ、これ。内側より。え、これどうやって行くんですか、お前みたいな感じ。四駆。四駆のポポが強い。ちょっと待って。はいはい。もうすぐ倒して。俺も。結構やばい。エビアーノ。待って、ポンちゃん。待って。スリングとかでもいいと思います。距離的には。まあね。それでもいいかもな。大丈夫ボップ。もう疲れた。抱っこ。大丈夫だな。まだ平気。うん。
ポブがポテポテした歩き方だ、うん、ポテポテポテ暑いからな、うん、うすげえ元気いいな。ポップやっぱ元気いいよな。あ、これ鬱憤晴らせそうだぞ。あともうちょいでしょこれ。登りやすい。でもめちゃくちゃ、うん、なんだろうな、極論言ってしまうと、と普通の登山と、あの何だっけ、芹ヶ谷公園を足して2ではあったような感じ。うん、高尾山までは疲れた。あつあつつ。これ幕山っぽいな。あー理解、うん、幕山より道狭いけどな、ね、まあ、幕山よりかは登りやすいよ、まあ、だってあれも崖じゃん。崖だし長いし。あーすげえ、いや幕山っぽ。あ、飲む？はいよ。水超うめ、エビアン超うめな。もうちょいか、あともうちょいじゃない。ポンコスター、ポンコスター。気持ちいいねここね。行くぞ。あれヘバワンがいるかも。俺が先に行けろと。俺先に行くんだよね最近。ほら不思議な、まあ、あともうちょいなんじゃないのこれ。爬虫類。さっきの避けてくれてた。うん。あ、本当に。うん。あ、本当に。さすが、イケメンは違うぜ。
ポンちゃん、ポンちゃん。暑いからな、ポップちょっとバテてるな。上がれる？うお。いやいや。結構まだあった距離。巻き道が右で。巻き道か。巻き道って楽なんだよね。どっちなんだろうね。パークセンター左か右か。どっちもない気がするけどね。左借りてみるか。左かな。うん。ちょっとよくわかんない俺これ。はいはいはい。あっち。うん、なんだこりゃ。俺も。あ、ここ綺麗だね。なんか本当に幕山見てよこれ。あ、これ怖っ。左これ左行ったらもうアウトだよこれ。左行ったらアウトだよこれ。ちょっとさ、これカメラだけ見よう。あ、これか。ガンガンやると多分怖がってあるかも。あれだけ足音も立てる。これ崩れたらオワコンじゃん。オワコンだよこれ。超リアリティあるよこれ。見て、え、ここやばい、ここからやばい。ああ、綺麗だね。やば、超やば。行こう。うわ、何すげえこれ。まあ土砂崩れじゃないかね。聞こえてない、聞こえてない。あー、まあ4号にも行けるか。暑いね。でも終わりそうだけどね、エビア。工房山ぐらい。あーあー、楽しい。あー、まあいいや。ポップ君。ちょっと疲れた。顔がバテ気味だね。うん。あんま無理はさせない。あ、じゃあ抱っこする？ちょっと歩く？ね、あ、めっちゃ気持ちいい。抱っこ？あ、いいよ。ポップもお前限界だな、歩き方。うん、あ、もう疲れたですもん。はい、ちょっと待って。行くぞ、ポップ。3、2、1、ワン。はい。これ、どこに手ある？こうやって。
ちょっと待ってて、こっち外せよ一回。いいよ、繋がってっとお互い危ねえから。はい、いいよ、行くぞ。じゃあちょっと行くぜ。本当はこれよろしく。はいはい、暑いな。そうな、冗談のつもりだったから。うん、いやでもこれからはあれだな、モデルのリュックとスリングのあのメッシュのやつ両方持ち歩こう。うん、2つ。ここ住んでる。まあね、若干駐車場が心配で。大丈夫だと思うけど。でもね、多分ね大丈夫なんだろうなと思ったのをね、うん、違うとこなんないんだな多分って思ったのは、うん、あの橋のとこに夫婦みたいな人いて、うん、あの放送を越えた時に聞きに立ててたのね、うん、でその後駐車場の方行ったんだよ、あの人一回、うん、で戻ってきたのね、うん、でこっちの公園の方やってきたから、うん、あ多分聞いてんのかなって思って聞いて戻ってきたってことは多分通常通りなんだなって。っていうか多分あの時間で駐車場止めに来て4時だったら警備員のおっちゃんが多分言ってると思う。なるほどね。でしょ、普通残りあと何十分なんでーって。ふっ、すごい登りやすいなここ。そうそう、山頂で。あ、ほんと？うん、ポップがきついかな、うん、ちょっと手じゃ持たないかも。ポップがね、うん、なんか体くねらしてくる。ちょっと待って、うん、嫌なの？ママがいいの？何だ、うん、片手だしな。え、片手だしね。ちょっと待って、ちょっと待って、一回ハーネスつけるから、うん、ちょっとどっち、どうなってるの？落とさないでよ。うん。よいしょ。離すよ。よし。熱っ。汗が。ここ怖いな。リンゴとゴリラの5の発音って違うんだ。リンゴとゴリラの5の発音って違うらしいよ。俺全然同じだと思ってたんだけど。行こう。女坂。なるほど。ハンカチが。まあ、すげえ。結構な感じでこれ。これあれだね、稲荷山って感じがするじゃん。穴取れないんだ。うん。さすがすごいよ。これ。聞こえてないね。ペチッと音聞こえてないね。聞こえてちゃったか。はぁ、あ、痛い。怖がり。あともうちょいがね、5000じゃねえよ。あと700とか600とかだったけど。
天山さん。天山。あ、すごいねこれ。俺山を登ることに執着してるからあんまり風景気にしてないんだけどね。あー、すっきり。すげー、ね、もうちょっとですかね。うわー、すげえこれ。あの前、あのよくわかんない草履で言ってたら無理だったよ。バカだよもう。死に急ぎ野郎もいいとこで。あれこれどこ？え、どうなってんのこれ？ここ？あ、地図あった。山頂は左、神社は右、下山不可。じゃあ先に山頂行ってみる？山頂じゃねえや、神社。いい機会なんで。どこ神社って？ここ右でしょ？てか山頂じゃないの？うん。なだらかで長い。右行ってみる？これ多分、あ、すぐじゃん神社。もう見えてんじゃんあれ。なんか。100メートルじゃん。うん。じゃあまず神社行きましょう。うん。あの道の流れ、うん、多分そこだよ。こっから上がっていく？うん、初めてそこの道、あっちの駐車場に止めた時にさ、上がってったで。あ、途中で諦めたやつか。そうそう、多分ここに合流かなって気がする。うん、あの、まあでもなんか、わりかしちゃんとした道になってるね。まあ、手に潰れてるんじゃない。うん、すげえなんかもう、なんつうんかな、草木がボッサボサと思ったら全然素晴らしい。ありがたい。ね。うん。これ登山道なの？てか
一応とだよね。まあね。じゃあまずこの神社から行きましょう。あれ神社あるか。ちゃんとこんな整備してもらっていただいてありがたい。あー神社あったあった、鳥居がある。よいしょ。ああこうなってんだ。へー。